搬入口の駐車場は地下になります。どうぞ。おい、行くぞ。長見、お前張り切りすぎると持たねえぞ。刑事弁護は本当信念っつうか正義感、そういうのが試されんだ。あんま金にもなんねえのによ。なんか人聞き悪いっすよ。いいからほどほどにしとけって。経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。普通の地下駐車場だな。ここ病棟の被害者をトラックへ乗せるとしたら必ず通りますね。そうですね。おう、八神、これ見ろ。理念業者がシーツを回収するときはこのランドリーカートが使われる。大久保は事件当日もこいつで病室を回ってた。で、この中になら被害者の死体を隠して運び出すことができる。確かに。事件の日、大久保くんのトラックが止まってた場所は？トラックはこの駐車場でエレベーター側に尻を向けてた。そいつを再現したのがこれだ。なるほど。車両は2トントラック。その荷台から被害者の体液が検出されている。つまり遺体がそこにあったって証拠だ。そいつを突きつけられて大久保は死体の遺棄を認めた。大久保のトラックには被害者の痕跡が残ってた。最後に被害者が目撃された時間は？朝8時よりは少し前だったはずです。ああ、7時50分だ。創薬センターの研究員が証言してる。ベッドに寝てたじいさんを見たってな。なるほど。その目撃者から話は聞けますか？いや、アポ入れたが断られた。これ以上研究の邪魔してくれるなとさ。いや、そこをなんとかってわけには。な、弁護士が証人に面会の強要はできねえんだよ。下手すりゃ証人威迫罪だ。諦めろ。わかりましたよ。じゃあ7時50分に被害者は間違いなく目撃されていたと。8時が朝食の時間で、自力で立てる患者さんはデイルームに集まってくるんです。でも枠さんはその日8時半になっても来ませんでした。みんなすぐに見つかると思ってたが、実はもうじいさんはフロアのどこにもいなかった。ええ。いいか、じゃあここでまた一旦事件を整理するぞ。病室からじいさんが連れ出された時刻は、最後に目撃された7時50分から周囲が騒ぎ出した8時半までの40分に限定される。その時に大久保は何らかの手段で被害者を窒息死させると、その遺体をランドリーカートへ隠した。誰もシーツに紛れて死体が隠されているとは思わない。そしてこの作業ができたのはランドリーカートを押していた大久保だけだ。
事実、そのトラックからは被害者の体液が検出された。大久保は警察の取り調べで奥多摩に埋めた遺体の在りかを自供。事件発生からおよそ3ヶ月後に枠老人が死体で発見された。なあ、もう十分だろ八神。お前が入れ込んでるのは分かってるがよ、まず無罪は諦めろ。話になんねえ。大久保君がやってないと言ってるのに。俺はとことん付き合うって彼に約束したんです。知らねえよ、勝手な約束してんじゃねえ。なら俺一人でもやります。新谷先生に迷惑はかけません。俺がよくても源田先生の名前に傷がつくだろうが。だから依頼人が無実を訴えてるんです。だったらやるしかない。俺は先にロビー戻ってるぞ。あの、よかったらもう一度さっきの病室見てから戻りますか？いいんですか？あ、助かります。被害者は事件当日の朝までここにいて消えた。あの、これでもう終わりですか？いえ、まだもう少し。窓は跳ね下ろし、枠さんが窓から抜け出したってことはないな。部屋に異変があれば廊下から見えるか。あの、これでもう…ええ、もう一通り調べたと思います。まだ何か？大久保さんはどのくらいの罪になるんですか？え？もし有罪になったら。10年とか、もしかしたらもっと。正確な予想はつきません。じゃあもし罪を認めたら、大久保さんの刑期は短くて済む？裁判長の心証は良くなります。無罪と言い張るよりは。それでも八神さんは無罪を主張するんですか？負けて一番苦しむのは大久保さんなのに。彼が本当に無実なら勝てますよ。と言っても俺は今回が初めての刑事弁護なんだけど。え？民事だと勝ったり負けたり、少し負け越してるかな。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪は主張しないそうです。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのかも。寺澤さん、もしかして大久保君と親しい？話をしたことはあります。もちろん私もこのフロアのナースですから。じゃああなたから見て大久保君はどんな人？ごめんなさい、センター長からは余計なこと言うなって。待った。もし事件のことで何かあれば連絡を。俺は大久保君のために全力で弁護します。でも勝つためにはもっと大勢の力が必要なんです。多分寺澤さんの力も。さっき創薬センター見てきたよ。現場をこの目で確かめようと思ってね。それでどうでした？無罪を狙うなら絶望的だよ。おい、八神先生もそう思ってるんですか？
俺は大久保君が無罪って言うんならとことん付き合う。それで俺が失うもんは何もないんだ。俺はやってませんよ。真犯人にはめられたんです。事件のあった日、君は創薬センター付属の入院病棟にいた。そして午前8時頃から病室のシーツを回収して回っていた。ええ、それは間違いないです。で、その時枠さんの鼻と口を塞いで殺し、ランドリーカートに隠して運び出した。違います。俺が枠さんの部屋に行った時はもう誰もいなかった。俺はあの日一度も枠さんを見てません。わかった。シーツを回収し終えた朝10時頃、君は病院を出る間際、自分のトラックの荷台に被害者の死体が積まれていたことに気づいた。それは事実です。そして警察に通報するか迷った末に、君は死体を隠すという選択をしてしまった。傷害の前科があるから、警察は俺を疑うに決まってました。だから。それに枠のじいさんとは前にトラブルがあったんだって？トラブルって急に何の話です？事件の3日前、大久保君はじいさんから財布を盗んだと言って殴られてる。創薬センターで聞き込んできたよ。いつその話を？お前が寺沢ちゃんと2人でいた時にな。これでもちゃんと仕事してたんだよ、俺は。それより大久保君、本当に枠さんの財布を？違うんだよ。物取られ妄想って言うんだってな。認知症の症状で大事なものを盗まれたと思い込んじゃ周りを責めるらしい。はん、手間かかって大変だよな。身に覚えもないのにいきなり泥棒呼ばわりだ。ショックだったろ。で、君はじいさんに殴られて危うく殴り返すとこだった。でも殴らなかった。だから後日殺したんだろう。俺はそんなことで人を殺したりしません。俺も無邪気にそう信じられたらいいんだけどな。大久保君、女を殴った前があるし。どこかに真犯人がいるんですよ。そいつが俺をはめたんです。俺じゃない、犯人は別にいるんだよ。そいつはどっかで俺らを見て笑ってるんだ。落ち着け。八神先生は俺が無実だって信じてくれますか？信じてるよ。じゃあ次からは一人で来てください。安心しろ、邪魔者はもう来ねえよ。あとは八神先生に任せた。なあ、寺沢さんってナース知ってるから結構可愛いね。大久保君を心配してたよ。無罪になったら脈があるかもな。そうですか、失礼します。新谷のやつ、やっぱり放り出しやがったか。あいつは粘りがなくていけねえよ。けどこれでもう俺の案件です。一人でやりますよ。そうか。八神さん、ん？最近
真冬と会ってないんですか？え？なんで急に？あの子は男の人に免疫がありません。八神さんがリードするべきです。なんだそれ。沙織君の幼馴染か。新谷が悔しがってたぜ。あんな美人の友達がいるならもっと沙織君に優しくしときゃよかったってよ。俺らまだ付き合ってるわけじゃ。まだと言いましたね。つまりその気はあると。だとしてもそっとしておいてくれる？もうそっとしといてあげます。真冬くんは検事なんだろう。弁護士と付き合うとかありなのか？だからほっとけって。まずは大久保新平の件か。無罪を主張する方針で行くんだな。そのつもりです。勝つ目処はついてんのか？なんか突破口はあるんだろう。まあ一つだけ掘り下げたいと思ってる証拠があります。おお、そりゃなんだ。これです。被害者が入院していた個室なんですが、この場所で目撃されたのを最後に被害者は姿を消しました。その時目撃者は病院のドア越しにこんなアングルで枠さんを見たはずなんです。でもこれだと手前の棚で見通しが悪い。ああ、要するにベッドに寝ていたのが本当に本人だったかは反論の余地があります。布団の中に人がいるように見えただけだったとか、または犯人がそう見せかけたとか。だとしたら裁判にどう響く？まず8時の時点で被害者が生きていたという前提がなくなります。すると犯行可能だった時間帯が大幅に広がる。弁護側としては大久保以外の人間でも被害者を病室から連れ出せたと主張できます。なるほど、悪くねえな。おい、お前なんだ。今の新谷の声だよな。多分。逃げるんだ。うわあ、今のやつがうちを盗み聞きしてて。盗み聞き？で、いきなりスタンガン押し付けてきやがってよ。おい待て。